まあ、ての琴ノ若さんを応援しましょう。白鵬を応援しましょう。照ノ富士は、まあ、ピラフに乗ってくれたらいいんじゃないですか。新しい、いいえ、大関増えたから、4大関だから、おお、ナイス、変わりました。ここに席した人がね、もうロッカーした人の宿命だから、もうずっと続いてますからね、これガイナルの歴史ですから。絶対これ見られたら変人だな。今日は第2節、アウェーで沼津と試合です。開幕、かなり苦しい内容で、今治に負けて、1週間しっかり準備してきて、今日、その結果がね、出せるように、まあ、90分の中でしっかりファイトして、勝ち点3を取っていきたいと思います。いい準備します。
皆さんお待ちかね、ダブラです。お久しぶりです。さ、やってまいりました。本日、ゲストといたしまして、田村です。ありがとうございます。元気にやってますか？いや、聞かれても、わし元気です。皆さん、お元気ですか？頑張りましょう。頑張ってください。いや、お互いだよ。はい、頑張ります。会える日まで、皆さん、よろしゅう。